CGNTV をご覧の皆様、こんにちは。美濃恵み聖書協会の山下渉です。今日は2013年12月5日木曜日、リビングライフ、コリント人への手紙第2、3章1節から11節をご一緒に見てまいりたいと思います。タイトルはキリストの表す命の手紙、キリストの表す命の手紙というタイトルでご一緒に御言葉を思い巡らしてまいりましょう。コリント人への手紙第2、3章1節から11節。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。クリスチャンにとって大切なのは、人からの評価、人からどう思われるかよりもですね、主にあって自分に与えられた使命をひたすら全うしていくということではないでしょうか。コリントの教会はパウロの伝道によって生み出された教会でありました。それはいわばパウロはコリント教会の生みの親であったわけであります。そんなコリントの教会に偽教師と呼ばれる人たちが入り込み、自分たちが持っているその推薦状を振りかざしてですね、パウロ自身が推薦状を持っていないということのゆえに、パウロのその使徒職を否定していくというような者たちがいたようなんですね。いつの時代にも教会には誤った価値観というものが入り込んでくる危険というものがあります。パウロのような偉大な大伝道者であっても偽教師だと言われることがあるくらいですから、私たちは本当に気をつけておく必要があるわけです。で、コリントの教会には言うまでもなく、パウロの推薦状などいるはずはありません。でもパウロがなぜ私が必要がないのかと言っているその答えには、今日の私たちクリスチャンにも心に留めておきたい大事な事柄がいくつかあるように思うんですね。そのまず第一のことですけれども、一つは、私たちは皆キリストの手紙であるからというパウロの言葉に目を留めたいと思うんです。3節に、あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙に
であり、炭によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからですとあります。パウロにはこのコリント教会の人々がもう信仰者として歩んでいるということ自体がもう十分な推薦状であったわけであります。信仰者として歩んでいるその姿、それがもうパウロがその十分なその資格があるということを意味していたわけでありますね。まあ、私たちも皆、キリスト著者として、そして御霊によって、この心の内にですねキリストの手紙が書かれているものであるということを一緒に覚えたいと思うんですね。二つ目のことは、私たちは皆神によって召されたものであるということを覚えたいと思うんです。五節を見ると、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものですとあります。パウロには主にあって確信がありました。それは自分が何か立派なものであるとか、あるいは自分の働きに対するものではなくて、自分はただ神様によって召された働き人であるという確信でありました。本当にその神様によって召された、それ自体がパウロの確信だったわけです。私たちも皆この自分自身を誇るのではなくて、主にあって召されたものであるということを確信を持っていきたいと思うんですね。で、3つ目のこととして、私たちは皆新しい契約に仕えるものであるということを覚えたいと思うんです。これはとても大切なことです。6節に、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し御霊は生かすからですとあります。パウロといえば、もともとは厳格なユダヤ教徒で、立法を重んじるパリサイ派の教師であったわけです。その熱心さゆえに彼はキリスト教徒を迫害するものでありました。でもそんな彼がダマスコの途上で復活の主と出会い、改心へと導かれていったのです。そして彼はその古い、いわゆる文字、古い契約ではなく御霊、つまり新しい契約に仕えるものとなっていったわけであります。パウロは決して文字、つまり古い契約を悪いと言っているのではありません。そうではなく、それは旧約の十戒をはじめ、私たちの罪を示すものとしては非常にいいものだ。でも御霊、つまり新しい契約は、私たちに霊的な新しい命を与え、そして神の前に義とする道へと導かれる、そういう役割があるということを言ってるんですね。パウロはこの務めがどんなに素晴らしいものであるかを知っていたわけであります。私たちも皆、この新約の時代に生きる私たちも皆、このパウロと同じ栄光にあふれる素晴らしい務めに仕えるように召されています。私たちもこの時代にあってですね、キリストを表す命の手紙として神によってこの世に召し出され、そして新しい契約に仕えるものとして歩んでいるということをいつも心に覚えておきたいと思うんです。そして本当にこの揺れ動く時代の中にあって、固く信仰に立ち、また動かされることなく、いつも主の技に励んでいきたいものであります。人からの評価ではなく、主にあって、自分に与えられた使命をひたすら全うしていくということ、今日はそのことをよく心に覚えたいと思うんですね。そして私たちもまたキリストの手紙としてこの世に使わされているということ、また主婦であろうと、また学生であろうと、社会人であろうと、どんな仕事についていても、私たちは神によって召された
ものであるということを覚えたいと思うんです。またそうした中で私たちは古い文字に仕えるものではなくて新しい契約に仕えるものとされている、新約の時代の中で永遠に変わることのない新しい契約に仕えるものとして歩んでいる、そのことをいつも覚えて私たちも与えられた務めをしっかりと全うしていきたいと思わされます。本当にこの時代にあっても揺れ動くさまざまなことが起こる時代にありますけれども、本当に固く信仰に立つことが求められる時代ではないかと思わされます。どうか私たちも、本当に共にですね、どんな小さな働きでも自分に与えられた務めをしっかりと全うしていく、そのことを覚えていく一日とさせていただこうではありませんか。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美をいたします。パウロがコリントの教会へ宛てた手紙からあなたの御心を思い巡らさせていただきました。私たちにも神様が与えてくださった小さな役割があります。それを全うするために私たちもまたまっすぐに、そのことに思いを向けていきたいと願います。弱さを覚えることもありますけれども、どうかこんなものであってもキリストの手紙として世の方々に証しをしていくことができるように、またそうした中で、本当に、神によって召されたものであるということ、その意識を忘れないでこの世に使わされていくことができるように助けてください。また新しい契約に仕えるものとしての自覚を持って、本当にその喜びを持ってますます福音に仕えていく、福音を述べ伝えていく、そのようなものにならせていただきたいと願います。主がどうぞ助け導いてください。感謝して私たちの主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。